前回の動画でですね、マッチョからデブになった原田マンで反省をしまして、筋トレを再開して痩せると、そう約束したのを覚えていますでしょうか。あれから何ヶ月経ちましたかね。もう1年弱、11月1年弱そんな経った、そんな経ったんか。あ、動画が9月公開だったからもう1年弱だ、ね、はい。さあ結果はどうなったでしょうか。痩せたんじゃない、顔で分かるじゃん。まずね、まず顔で、まあね、最近気づかれてますという、気づかれるとか隠してないというか、その、うん、痩せた、とりあえず、うん、じゃあとりあえず脱ぐわ、うん、ちょっと怖いから、うん、じゃあ2日、2日連続ちょ飯食っちゃったからな。しょうもないわけすんな、そんな変わらんわ。まあね、まあね、食べたのは食べたね、うん、それはね。いやでもおもろいなあ、でもでも、あ、でも腹筋が、うん、はずいわ、うん、おー、まあまあこんな感じになりました、うん、痩せましたね、はい、痩せたね、うん、一応まあ体重は 102.4kg から、うん、まあ今朝で 78.ちょいとか、すごいな。え、20kg 以上、 24kg ぐらい痩せた。すごい、うん、まあ、ミニマムは 76. 点何もとかだったけど、うん、まあちょっとそれはね、うん、2回体調すごく崩して、うん、そのおかげでその度に3から5キロ痩せるっていうそういうこともあったから、うん、まあ一概にこう減量がすごくうまくいってるかっていうとまあ分かんないけど、うんうん、まあまあまあダイエット自体はある程度成功ということでよろしいのではないでしょうか、うんうん、すごいすごい。一個ずつ説明させてもらっていいかな。ね、一応釈明を、はい、釈明、はい、釈明なんだ、釈明として、うん、まあ、まず一つ目、その手術するしない問題ですね、うん、あの後ちゃんと病院に行きました。まあちょっとね足取りが重く、うん、遅くなったけど、うん、でも去年のうちには病院に行って、うん、3カ所ぐらい回りました。で、お客さんのおすすめだったりとかで整形外科行ったりして、うん、で、結果なんか、まあ手術をおすすめするところもあれば、うん、結果的になんかすごく親身になってくれる先生が論文とか引っ張り出してきて、うん、あなたそれだけで飯食ってるわけじゃないでしょみたいな、うん、あなたが大谷翔平クラスの飯食ってる人なら、うん、手術まあしないといけないと思うけど、うん、じゃないなら結構おすすめしないよみたいな、うん、1年ぐらいかけて、そう、1年ぐらいかけてリハビリをずっとして、うん、やっと元に戻るかどうか、うん、みたいなのをあなたのレベルでっていう、まあそんな悪い言い方じゃないけど、うん、あなたの感じでやるのはどうかなみたいな、コスパ悪いみたいな、だったらまずは注射打ってみてみたいな、うん、だからそういう痛み止めっていうよりあの炎症を抑えるみたいな、うん、っていう、まあ広い意味ではステロイドになるんだと思うんだけど、うん、まあそれを打って、そしたらちょっとずつ良くなったりしたから、うん、できる種目が何ていうんだろう、ベンチプレスを全力でやるとかは無理だったけど、うん、今までラットプルで痛かったのが、うん、それが痛くなくなったりとかを、うん、定期的に打ったりして、でもねあんまり打ってくれんのよ、うん、で月1打ったらちょっとやりすぎぐらい、うん、でけん、あんまりそれもなんかね、行くたびにじゃあ次はいついつ来てねとか言われとったのが、うん、だんだん次来てねを言われんかったから、うん、ちょっとそれ以来行ってないみたいな感じだから、結局どうしようみたいな、うん、でその次の段階があるの、結局まあ、治療的にはそれで僕の中では一旦終わってるっていう状態で、うん、でももう一段階いかんとやっぱそのボディビルダーとして活躍するのは無理だなって思ってるから、うんうん、言われたのが、うん、だけん手術じゃなくて、うん、めちゃめちゃいい注射をするかどうかみたいな、うん、が1回60万とかの注射らしい。あ、そうなんだっけ、うん、そう、何それ、よう分からんねん、え、何それ、騙されてないですかそれ、大丈夫ですか、え、でもなんかあるらしいよ、そういうのが。でそれもまあまあもうちょっと調べてからね、保険適用外ってことですよね、多分そうなんだろうね、っていうなんかそういう再生するやつ的ななんかそういうのがすごい高いやつがあるけどみたいな、先進医療みたいな、うん、多分、だけどまあでもその前にまずこう炎症を抑える薬からみたいな、炎症を抑える薬は本当に普通に1000円とかね、はい、でやってくれるんだけど、でまたその直近で言うと、うん、あの体調をすごく崩してたので、うん、怖くてトレーニングをしてないっていうのはあったんで、うん、ちょっとそろそろ再開できる、うん、さ、うん、最近いろいろこう、いろいろ、うん、そう、でもやっぱ大会を運営したりとか、あの見に行ったりとか、みんなが頑張ってる姿を見たら、うん、やっぱやりてえなって思うから、うん、本当に今年僕の、じゃあ決意表明させていただきます、うんうん、おまた約束、うん、また約束なんだけど、うん、2年後ぐらいに大会に出たいと本当に思ってて、今年1年は怪我を絶対にまず治すこと、うん、で、治ったからといって別にそのね、すぐ大会出れるわけじゃないから、うん、直して、で1年、またその翌年1年かけて筋肉を戻す、うん、まず戻すぐらいまでいけば1回大会出てみるじゃん、うん、勝てるとかは一旦どうでもいいから、そのモチベーションに持っていくというか、うん、
とりあえず2年計画ぐらいであんまりそのね、うん、焦ってもしょうがないなっていうのをだんだんこう分かってきたから、でもまだ年齢も今年29になる年だから、まあ30になって31ぐらいの年で、まあね、また次大会出れたらまあ普通に楽しいのかなと思って、うん、でもあれだよね、レモンクラシックとかのね、あの準備とかもめっちゃ忙しかったじゃん実際、本当にね、だけどなんか、まあ、トレーニングするのも、まあ、言い訳言い訳です、はい、みんな忙しい中やってるんで、はい、いやでもあ、まあ、甘いかしちゃダメです、はい、甘いかしちゃダメです、いやいや、ね、ここが倒れてないと私もちょっとこう代わりに動いた分、いや大変だなと思って、いや、リカさんパーソナル10件やってもトレーニングしてるんで、はい、だそうです、はい、その通りです、あとやっぱエディさんも言ったやん、彼はやっぱり、あ、まあ、経営の方にね、うん、うん、そうそう、でもエディ違う、なんで今そのトレーニング左遷方向に持ってるの、やらせな僕も今やる気あるから、エディはどっちもやってる、そう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 、やりましょう、エディなりの優しさであって、そうそう、フォローしてくれただけ、俺はやってるけどなって心で思ってるよ、そうそういう人がいるのもわかるけどっていう、そう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 、いやもう一回筋トレやめて再生数稼げるかなと思ったけどダメもうやめない、ここの高さが全然ないもん、いやいや、ここの高さが、大ちゃんって言ったら歯向け、そうケツがね、ケツとね、やっぱり足がすごかったじゃん、うん、でかかったっていうイメージだけどね、マジでケツもなくなった、薄いなそれ、うん、本当に結局ディスになるんやまあしょうがない、うん、まあ、こっからね、うん、1年で戻るかなこの3年、いや無理でしょ、いや3年さすがに戻らないと思います、ちょっとね、なんか使わんにゃやっぱり、うん、なんで急にそんなあのちょっと火がつきそうなのまあでも2年でね、うん、2年あれば戻るんじゃないですか、うんうん、ちょっとね戻れば普通に嬉しい、うん、でそこから成長していければ嬉しいな、うん、こんがりがどんどんでかくなってるのを見ると、うん、ああいいなって思う、やっぱり、だって本当に本当になんかこう情けないけど、うん、こんがりとかマジで18から僕ら知ってるわけだ、うん、18のこんがりなんてかなり隠したと思っとったから、うん、選手としてはね、うん、のやつがもう見上げても届かんぐらいのところに今行っちゃってるからいや、もともと天才だったと思っとったけど、うんうん、ね、本当にすげえ ちゃんと毎年大きくなってるし ね、ああいうの見ると、うん、わあいいなって思うよ、やっぱマッチョかっけえって思うし、大ちゃんもそうやってね、多分言われとったはずだけどね、そこもね、そうなんだ、そうなんだまた来年の8月、9月にこの構図で撮りましょう、はい、ね、そうだね、治りましたみたいなね、そうだね、その時はちょっとムキッとしとんだもんね、もうちょいしたいね、したんだろうね、しとったらいいですね、もうちょいしたみたい、うん、楽しみ、はい、じゃあこの動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。レモンチャンネルのハームちゃんと原田マットリカさんでした、次の動画でお会いしましょう、バイバイ